皆さん、おはようございます。おはようございます。僕たちは DIY したハイエース、スイちゃんともに、キャンプや車中泊をしながら日本一周をしている夫婦です。現在、北海道におります。道東方面を回っておりまして、本日2日目になります。はい。本日の旅のしおりはこちらです。現在、道の駅知床瓜江徳におりまして、そこからおしんこしんの滝に行きます。その後、天に続く道を通って、その後、道の駅パパスランドサッツルで、お昼ご飯食べて、つつじが原自然炭活路を行きます。その後、道の駅ぐるっとパノラマビホロ峠にて終了です。最後まで見ていただけたら嬉しいです。今回もよろしくお願いします。9時47分、ウトロ知床を出ます。その横に、遺産自然知床センター、なんかそんな名前だったけど、そこの場所に行くと、すごい見やすくて迫力のあるものだったりとか、実際の熊の赤ちゃんの重さを持ってたりとか、鹿の角の重さを測れたりとか。サケマンだよね。サケマンだね。サケマスの重さを感じられたりとか、そういった面白い生き物とかもあったので、見るだけじゃなくて、そうやって楽しめるのもありました。レクチャーコーナーで2人で見てね、勉強させてもらって楽しかったです。あと、ここはミオをね、撮ってくれるみたいで、知床には箇所箇所、ニチャーセンターでゴミ引き取りますよって有料でだけど、っていうところもありましたので、あの道の駅で私たちは指定させてもらいました。一般ゴミで自分の袋を使って30円で引き取っていただきましたので、すっきりしました。ゴミを捨てたりとかね、道の駅のトイレの中に放置とかしてる様子も見られたので、そうしないで、ちゃんと捨てられる場所に捨てていただきたいなと思います。もう着くよ。早いね。たった6キロって一周過ぎる。うん。新都心の滝へ、9時54分に到着しました。はい、疲れたでしょう。お疲れね、もう6キロ運転できたの。あわー、車で焦る。注意散漫しないでください。疲れてます。9時14分、おしんこしんの滝を出ます。噛んでます。おしんこしんしんって言おうとしたでしょ、ちょっと。今から20キロ19分走ります。天気がいい。これでも20度ってのは感じらしいですけど、おしんこしんの滝はマイナスイオンがすごかった。すごかった、ドバドバだった。水量がすごかったね。迫力もすごかった。うん、出る水の量が本当に多かったね。その駐車場を止めてすぐなので、もう一瞬で見ることができます。うん。12分到着しました。10時55分手に続く道を通ります。すげー、向こうまで見えてる、うん、次行く先はこっちで当てるのかは分からんけど、もういい、とりあえず通ってみたいから。十勝の方でもこういったような景色は何回か見たんだけど、ここまで遠くまで見えてるのはないね。今日は天気がいいから向こうまで見えました。あるぞ。ほんまかいな。足湯、足湯、君なら足湯、私も足湯、あなたも足湯、みんなで足湯。足湯をしたら足湯になる。言うかなって思ったらやっぱそうなるよね。11時44分、道の駅パパスランドサッツルに到着いたしました。こちらでお昼休憩にしたいと思います。はい。先にいただきます。グルメランキングが高いんでしょ。
ここの斜里町の中で調べた時にここが一番高かったって感じ。確かにうまい。麺がカリカリしてて私が好きそうなやつだ。おいしい。あんの味がしっかり。うん。具もいっぱい入ってる。おいしい。テイクアウトメニューでこれが食べられるのもいい。いいね。定食も食べられる。で、実際座って食べられるから。うん。ごちそうさまでした。結構厚めのお湯で。10時から20時。綺麗に清掃もしてあるよ。12時18分、アミさんの運転で次、川湯エコミュージアムというところに向かいます。足湯はね、暑すぎたっていうのと、今も気温が30度ありますので、うん、今めっちゃ暑い。夜だったら入りたかったんですが、今回は短縮していきます。りょうくん、はい、久しぶりにやってまいりました。ご当地地名クイズでございます。まだ一度も正解してないからね。弟に子供の子、屈斜路湖の靴で何と呼ぶでしょう。弟子靴。弟子靴。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。ドゥドゥドゥン。やっぱり違う。そんな名前ないか。正解は弟子加賀でございました。加賀とか弟子お前じゃなんじゃそら。弟子加賀やったっけ？あれ難しすぎて超忘れた。弟子加賀。手やったかな。これはボーナスポイント半分返金。出題者が分からなくなったりみたいな。いや、一生懸命標識を見て覚えた上で出題したんだけど、その出題途中に分からなくなってしまった。はい、者失格ですね。今回もご参加ありがとうございました。ありがとうございました。すごい風が気持ちよさそう。12時42分、とりあえず情報収集できそうな場所に到着しました。川湯ビジターセンターに到着いたしました。ありがとうございました、はい、行きましょうかね。アミが車やってくれたんだけど、こんなに斜めになってる。やばいやばい、止め直します。さあ、どんだけ時間かかるでしょう。うちの奥さんはバック駐車が苦手です。ただ運転はしてもらえるのですごく助かってます。編集中に基本は俺が運転しているけど、練習が終わってない時はアミさんが運転してくれてます。 OK、 一発で消えた。一発クリアです。ナビのあれじゃ線が見えかせて。ああ、言い訳。本当よ、嘘ついてないよ。誰が悪いと。スイちゃんが悪い。ああ、ひどい。スイちゃんのせいにしてる。スイちゃんは悪くないよ。めっちゃおしゃれやね。で、自然がまた綺麗。わあ、めっちゃいい。気持ちいいね。うん、木漏れ日がまた素敵だ。ほら、なんか1時間ぐらい歩くらしいです。とりあえずここの中にマップがないかを確認して。うん。なんかネットで調べるんだけど、ちょっといまいちわかんなくて。エフェクトあるのに低地のイソツツジ対比、うん、このイソツツジ自体が北海道とか本州は東北だね。あとは本当上の方にしか咲かないんだ。寒い地域にしかないってことなのか、基本的に。こんなに大群になってるのがここだけになるそうです。マップももらったので行ってきます、うん、ここから歩いていきます。繰り返ってるけどこうね。お遊びも向かいます。今午後1時です。往復だと2時間ぐらい、とりあえず行きます。はい、まあ、先ほどいたのがここのビジターセンターで、この現在地っていうところが今入り口です。ここから歩いていくんですけど、ここまで行く途中のここにツツジが咲いてるけど、今最近は結構近めの方にツツジが咲いてるそうなので、こちらの様子を楽しみたいと思います。 2.3 キロあります。行きます。結構ありますね。行くぞ、あとサヌプリまで。森林浴を楽しめながら散策できるね、うん、歩きやすい道だ。ちゃんと遊歩道がある、うん、おめでとう。後ろで言われてる人がいる。
すごいジャングルだよ。さっきからずっとね、硫の香りは漂ってきております。トロトロって言うじゃない？ねえ、ツツジのとこ来そうだね。なんか白いのが咲いてるよ。あー、ほんとだ。これだ。これや。すごい珍しい。これこんなの初めて見た。綺麗。わあ。結構薄めの白って感じ。かわいい。すごい、ここいっぱい咲いてるよ。うん、いやもうここ匂う？お茶にして良さそうな香り。そう、いい匂い。あー、でもほんのり、うん、優しい。あー、わかる。なんかなるほどね。お茶にのしたら美味しいね。ほのかに香る。すごい。もう全部や。ねえ。わあ、見てここ。いっぱい咲いてる。こんなに花がいっぱい密集してるんだ。かわいい。かわいいね。なんか白い地面になんか。ねえ、丘みたいになってる。こう枝みたいだから、なんていうかな。緑と白のコントラストがすごくいいね。ところどころに立ってる。白樺の木がまたなんか別世界を演出してる。急に遊歩道が砂になりました。そしてもう目の前です。色が黄色いね。黄色い。すごい匂いが。レストハウスに到着いたしました。こちらにはね、車止めてから直行で来てる方もいますけど、うわー果て感もすごいあるよ。あなたの髪もまるで硫黄山のように噴火している。ここまで車で来られるんですけど、硫黄山まで。なんで笑ってんの？髪の毛。はい。ここまで車で来ると駐車料金が500円取られるそうです。二輪車が200円。うん。現在時刻1時45分。45分で来ました。砂の乾燥めっちゃ熱いです。ここなんか100度、活火山で100度以上あるらしいから絶対に触っちゃいけないっていう。硫黄の香りがすごいし、ここ辺り一面真っ白くて、すごいね、こんな風景がすごい。これはなかなか見られない景色かと思う。2時15分、ちょっと長居をしてしまいました。30分ぐらいちょっとかな。今から帰ります。必ず飲み物は持って行った方がいいと思います。回る気がする。でも磯つつじの場所が終わっちゃった。なんか涼しいのはやっぱここだね。うん。2時49分。結構今までの中で一番疲れたかもしれない。ね、意外と距離もあったのもあると思うよ。うん。で、硫黄の山のところが結構ね、足に引っかかってました。うん、お邪魔しました。お邪魔しました。すぐそこにセイコーマートあるので、乾杯のジュースをいただきたいと思います。あー、幸せ。運動後の炭酸って染みますよね。リボンナポリンというものを購入しました。どうぞ。なんか弾け飛んでるけど、
あー、美味しそう。美味しそうに飲む。ハンサーがやばい。聞きますか。うん。どうしたの、そんな飛び散らせて。開けた瞬間にパーンって弾けた。強炭酸って感じ。来るよね。うわー、結構甘い。甘いね。甘い。甘い。15時16分、出発します。道の駅の方に向かって行きたいと思います。こちらで屈斜路湖を眺めつつ、軽食も少し食べられたらいいなと思います。そこで少しゆっくりしたいと思ってます。人がいっぱいいる。修学旅行生だ。本当はここに寄ろうと思ったんだけど。通れてよかった。おー、キャンプ場？すごい素敵なキャンプ場だ。うわー、かっこいい。めっちゃいい。あ、まことだからね。まことのなんかキャンプ場あるって書いてた。ここから入るんだ。3時49分、フレットパノラマ美幌峠に到着しました。景色も楽しみつつゆっくりしたいと思います。はい。それでは17時10分、ぐるっとパノラマ美幌峠を出ます。あの、行けなかったというね。今日に限って休館日。お腹が空いてて楽しみにしている。本当はね、揚げ芋とか、あとはここは景観部門で6年連続1位を取ってるということでした。あ、まあ、そうだよね。すごい景色やもんね。あとは2階がね、リニューアルされてて、作業スペースみたいなところがあったりとか、くつろげる休憩所がありまして。うん、なんといってもすごいでしょ、この屈斜路湖が。なんかこっち側しか見てなかったけど、こんなに広いんだ。そうそうそう。で、この屈斜路湖の反対側はね、広大なこう草原みたいなところが広がってて、うん、めっちゃ大きいよね。これが湖だって。食べ物とかもね、充実してるし、綺麗なところだったから、うん、ぜひ中もね、見てみたかったんだけど、情報だけ概要欄に貼っておきますので、ご興味のある方はぜひ見てみてください。今日予定を変更いたします。ランプの森つべつで温泉に入ろうと思ったんだけど、道が険しかったのと、もう6時になるので帰りが暗いと怖いなというような山道だったため、プラスお腹が空いてしまっているので、先に今日は車中飯ではないくラーメンを食べに行きたいと思います。で、鹿がラーメンというラーメン屋さんを見つけましたので、ここから約18キロ、テシカガラーメン、テシカガ総本店、着きました。あ、久々の醤油、美味しい。切れ麺でしっかり麺に汁が絡んでる。とあっさりで、はっきりしてるからすごい美味しいです。肉厚ですね。うまい。いただきます。スープから。あっさり、うまみもあるね。これぐらいでいきますね。もっち濃いわけじゃないけど、薄いわけでもない、この絶妙なスープが美味しい。で、この麺、縮れ麺にすごいよく絡むね、醤油の。具もいっぱい乗ってる。久々に食べた、美味しい。最高の組み合わせ、疲れた体に染みますね。これだね、ラーメン屋さんのチャーハン。この油が香ばしい。ちょうど19時です。あと温泉はビラウの湯というところに行って、そのまま道の駅はマシュ温泉に向かいたいと思っております。またこの後車内でお会いいたしましょう。お会いしましょう。ゆっくり足をほぐしましょう。ほぐしましょう。温泉の前はしっかり水分補給を。
をしましょう。しましょう。ということで皆さんまた後ほど。皆さんお久しぶりでございます。すっかり夜は更けまして、道の駅でゆっくりしておりました。温泉は地湯がこじんまりと一つ、うん、で露天もちっちゃめのが一つあって、厚めなお湯でしたけど足の疲れが本当に取れて軽いです。400円でね、入れたんですけど、うん、性質も超ぬるぬるっていうか、そうトロトロしてたね。アルカリ性だっけ。アルカリ性の温泉だった。今日は北海道に来て初めてローソンに行ったんですけど、ね、ずっとセコマに寄っていたので、うん、今道の駅の真汐温泉にいるんですけど、近くにセコマートとローソンがあってローソンに行って久々のローソンスイーツを買いました。今日は車中飯ではなかったので、うん、車中スイーツといきます。あー、いいね。車中スイーツと車中お水。キャンプで昔は食べてたよね。スイーツとか買ってよく食べてたよね。食べてたっけ。めっちゃキャンプ飯食べた後にスイーツ締めにスイーツ食べてたよ。やってたっけ。覚えてねえわ。ロールケーキとかめっちゃ買ってた。あー、そっか。のね、大きく見せかけて割と空気っていう、うん、車内24度で、まあ、快適な方なんですけど、自分家が日焼けしたせいかめっちゃ暑く感じる。釧路からかな、歩いたりとかすることが多くて、日にねすごい当たる機会が多いから、釧路の方もトドワラの方も知床も正直ツツジのところが一番疲れた気がする。うん、ツツジヶ原なかなかね足に来ましたね。まあでもあのツツジは不思議な感覚だった。あの花の期間限定の花なんだけど、うん、見れてよかったね。いや見れてよかった、ね、本当に知らんかった。こう道東方面は自然の中を歩くことは本当に多い、うん、自然に配慮した取り組みとかがすごく盛んに行われてるなっていう感じがしましたね、うん、どこに行ってもゴミは捨てないでみたいな標識がすごいたくさんあるもんね。それは当たり前だけどさ、まあ、何も知らんかったら逆にね被害を与えるから、ちゃんとそういったところで勉強することは大事だなって思いました。キツネの皮膚病とかも結局その人間が与えた食べ物が消化不良を起こして、で免疫力が低下して、うん、その重症化したらなくなっちゃうとかね。キツネっていうと痒くなってみたいな話で、ね、そうそう、キツネ自体がそのエキノコックスの感染症で危ないよって怖いみたいになってたけど、うん、ここね動物も動物でかわいそうな思いしてるのもあるから、うまくやっていかないとなっていうのはあります。久しぶりに食べた大きな追肥は甘くない？甘って俺も思ってた。こんなに甘いんだっけ。なんか食べなくなるとは不思議だね。もう毎日仕事 してた時はさ、帰りに買って帰るのが基本やったね。めっちゃ買ってた。週4ぐらいは買ってた。うん、絶対買ってたね。で、めっちゃ甘い。アミが買ってくることもあるけど、俺が買って帰ってこなかったらアミが機嫌悪くなるっていうね。うん。それが基本だったね。うん、買ってきくればいいのよ、とりあえず。買って、なんで買ってこんかったと思って。いや買ってきてくれんから自分で買ってくれる、ね、必要だから帰る前に今日なんかいるって聞くようにはなってね、うん、最後らへんなった。運動もできましたし、それなりに食べ物も、うん、食べられましたし、温泉もしっかり入ってすっきりしましたし、実は道の駅のねスタンプラリーのやつもこういった道の駅に忘れてきてしまいましたので、明日そちらにも寄ってから取りに行きます。無事にあったので、スタンプを押しました。で、携帯のも押しました。自分でこう取り寄ってそのままふんふんって書いてたんだと思う。ちゃんとね名前書いてたから、寺田夫婦って書いてますって言ったらあーこれでありますって言われた。次は網走の方まで行こうかなと思ってます、うん、私たちの動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。